ユーミング TV です。バカ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、どうも。もう昼やけどな。今日はね、お休みやから朝ごはん作っていきましょうか。はい、もう春やね。お花見行きたいね。ねえ、もうあったかいな今日な。うん、お花見そば行きたい。今2回目やもんな。じゃあパンを。昨日ね、吉祥寺で買ったパン BE20。 うわ、美味しそう。なんか食パンマンみたい。ほんまや。じゃーん、これはね、BL30。 こっちの方がちょっと高いねんな。よしよしよし、昨日と一緒ぐらいで。あ、硬くなってるもん。あー、なんか焼いて柔らかくして。おー、うわー、美味しそう。うおー、美味しそう。全然厚さ違うしさ。あ、下手すぎた。もう一個しよう。じゃあもう一個、2個ずつね。お昼ご飯に食べるやつね。うん、すごいいい香り。なんか幸せな気持ちになる。え、そっか。その30大竹さんの分厚くて。はい、上手でできるか。なんでそういうことすんの。パパ、綺麗。こっちすごい綺麗。目玉焼きめっちゃいい感じやん。ここ大きい。うわー、えい、変な人。でかでか。あ、すごいね。何がいいけんど。好きなの美味しいや。できたよ。できた。完成。なら、じゃあ、みんな、せーの、せーの、いただきます。あ、いただきます。絶対おいしい。おい、うめい。おっさんちゃうねんで。朝ごはんよ、これ。牛乳めっちゃ濃厚でおいしい。いただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。おいしい、これ。やっぱさ、ちょっとさ、バターのさ、うん、味ついてる。こっちの方が味ついてる、濃厚。両手で持ってんの。お腹空いてたんでしょ。でもお昼やん。ちょっと今日は理想の朝ごはんをさ、イメージして作ってみたけど、なかなかいい感じやな。うん、おいしい。大成功。今日はね、何話すかって言ったらさ、結婚前にさ、あのうちの両親に挨拶した時があったやんか。うん、あの時にさ、めっちゃ失敗してさ、怒られたやな、俺が。あのさ、滋賀県に行った時の話。そうそう、京都にユミタンが新幹線乗ってきてくれて、で京都のホテルでうちの両親と俺とユミタンの4人でご飯食べてんな。そう、しかも有給取って行ったけど。そうやんな。で俺も両親に、うん、あの結婚前の挨拶っていうことを事前に伝えてて、うん、ちゃんとしたのホテルでご飯一緒にな、うん、食べたやな。でも俺がね、全然結婚の話みたいなの切り出せなかったやな。うん、ほんまに普通の世間話を1時間から1時間半ぐらいやって、ご飯食べ終わって現地解散っていうね。それで終わってんな。うん、何だったんだろうって。そうそう、ほんでその後俺はユミタンと京都の観光とかしてな、楽しかったね、ユミタン、じゃあねってユミタン先に東京帰ってもらって、そしたらうちのパパさんにな呼ばれて、ちょっと見学行かって、昨日の食事はあれ何の時間やったんやってこう聞かれて、うん、結婚前の挨拶やんって言ったら、いやお前なみたいな、何も結婚の話してへんやんかって、普通に飯食っただけやんって言われてな、こっちはお前が結婚の話切り出すんかなと思って待ってたのに、何にも喋らんとそのまま普通に終わって、で知らん間にユミタンも帰ってるやん東京に。これどういうことやって言われて、結婚するっていうことは
由美ちゃんの一族とうちの一族が親族になるっていうことを分かってるかって、それぐらい重要なことなんやぞ、そう怒られたよね。だからそんな適当にな、ちょっとご飯食べて OK とか思ったらあかんぞって言われて、けじめつけなって言われたよ。そうだったんだ、知らんかった。久々にそう、うちのパパさんに怒られて、由美ちゃんもさ帰っちゃったやんかって。うん、でもそこはお前がちゃんとそういうことをしてやらないと由美ちゃんの株も下がっちゃうやろって言われて、お前は夫になるんやからちゃんとそういうところまでお前がちゃんとケアしなあかんねんぞって言われて、うん、怒られたね。でも由美ちゃんも何をしに行ったかよく分かんなかった。そうやね、やっぱ俺のせいやねんな、それは。いや、ケガのせいではないけど、イメージ的にはお家に行って結婚しますみたいな、よくあるメールやつ。うん、そうそう、ああいう感じかと思ったらご飯食べるよってなって、そのまま普通にご飯食べて、そう、終わったよな、あれみたいな。パカッ。やっぱな、俺はなんでそういうことしたかなと思ったら、一番の原因は両親に甘えすぎてる。自分の両親やったら結婚前のご飯やでって言っといて、うん、一緒にご飯食べたらそれで問題ないやろって自分の中で思ってた。えそれは違うよ。うちの両親なら察してくれるとか、なんか勝手になんかそういう生半可な気持ちを持ってね。あと自分の両親に対して改まって何かこう真面目な話をするっていうのがさ、なんか緊張しちゃって、それも照れくさいというか、だからなんかそういうのもあってすごいな、適当なことを考えたんだ。でもゆみちゃんもこういう話はしなかったかな。できひんよね、だってゆみちゃんは自分の親族ちゃうもん、切り出せへん、うん、そのゆみちゃんから。そう、あ、今日なんですけど結婚について言えるわけない、俺が言わない。そんなだってさ、ユミタンのご両親に挨拶行かせてもらった時はさ、ユミタンがちゃんと言ってくれたよ、今日は結婚の挨拶でお話ししに来たんだよってさ、最初に言ってくれたからさ、うん、俺も話しやすかったやん、ちゃんとすぐ結婚のな、ちゃんと真面目な話冒頭からちゃんとできたやんか。うん、でもさ、うちはまたうちでさ、うん、みんな緊張してたよね。あ、まあめ、まあでもあれが普通、めっちゃ振りついてたけど、なんか全員が緊張してたよね、うん、そうで、みんな初めての経験だからみんなどうしていいか分かんない。そうそうそう、それはね、俺もめっちゃ緊張したの覚えてるね、なんかやけに緊張しちゃったよね、うん、やっぱあれは必要やな、ああいうちゃんと改まってお話するっていうのはな。ああいう雰囲気を想像して、うん、行くまでの新幹線の中とかで結構さ、シミュレーション的なのを、あ、そうやな、してるよな、そら、してたから緊張してるよな。でも行ったらなんかすごいみんなラフで、あれみたいな、そうそうそう、どうしよう。そこで俺も自分の両親に怒られて、さらに、あ、結婚ってめちゃめちゃ重たいわっていうのをさらに気づいて、改めて。ほんでその後あれやんな、ユミタにごめん、もう一回会ってほしいってお願いして、うちの両親もちょうど東京に遊びに行くって言ってたから、近々うちの両親が車乗って滋賀県から運転して来てくれて、わざわざね、うん、ほんでユミタの仕事終わりの時間な、見計らって、そこでもう一回4人でちゃんとお話しようって言ってな、ホテルのレストランとかそういうのはもう準備できんかったから、デニーズまさかのね、ファミレスのね、デニーズの2階でね、俺と俺のパパママと3人で座ってユミタが仕事終わるの待ってるって。しかも俺ら先にご飯食べたから、ユミタ座り合えるって、で何でも好きなもん頼んでっつって、ユミタも緊張してご飯食べれへんねんな、お腹空いてるけど。しかもさ、繁忙期でさ、そう忙しい時期ってめっちゃお腹空いててさ、お昼も食べてなくて、結構ピッて感じだったから、今回は気に使ってなんかいちごパフェ頼んだよな。じゃあいちごパフェでみたいな。みんなご飯食べ終わってるって言ってたからさ、一人だけご飯食べるのはさ嫌やよな、見られるのな。なんかそう、まあ、ちょっとシチュエーションとしてはもうわけわからへんねんけど、でもパフェ全員があの無事に届いてから、ちょっと俺も改まって、ちょっと前回そのできなかった申し訳なかったんやけど、改めてゆみちゃんと結婚するからっつって、だからこれからはね、ここで家庭築くことになるけど、改めてよろしくお願いしますみたいな感じで、めちゃくちゃなんかは恥ずかしくてな、超照れくさかったんやけど、目の前にいる自分の両親に言って、そしたら両親もなんかちょっと照れくさそうになって、うん、おほほみたいな、うん、みたいな、健吾よろしくないみちゃんみたいな感じな、うちのお父さんも言ってくれて、カバンバーってなんかな、探り張って、じゃあこれ俺らかの気持ちや言うて、結婚のお祝いのおかんな、こうやってくれて、これから二人で頑張りや言うて、結婚の挨拶、うん、時間かかったけどな、終わったって感じやな、手こずりました、はい、ね、ありえへんわ、やり直しって今
まあでもね、この失敗を通してこれからまあ結婚の挨拶とかなする人って結構視聴者さん多いやんか。俺は思ったのはやっぱり結婚の挨拶は緊張するけどちゃんと一回改まった空気感でお話しした方が絶対いいと思った。でかいちご歯みたい歯。うんね、改まった空気感でちゃんと自分の気持ちをまっすぐ伝えるっていうのはほんまに避けて通れへんことやなっていうのは分かったし、あとやっぱ自分の両親を紹介するときは息子娘側がちゃんと結婚の話を先切り出してあげなあかんな。ゲストで呼ばれてる方は切り出せへんからな。難しいよな、そんな急にその家族じゃないわけやから言いにくいから、やっぱそこはちゃんとね、息子娘側の方がちゃんと先に場を作ってあげなあかんなっていうのをねほんまに感じたな。結婚の挨拶っていうのはなかなかねちょっと緊張するしプレッシャーやなっていうのは思うことがあるかもしれないけれども、やっぱ親族になるっていうね本当に大切な儀式みたいなものやから結婚ってな。でそこはちゃんとこうね改まって真摯に向き合ってねお話しできるといいかなと思ってこの動画を撮ってみましたと。俺と同じ失敗をみんなはやらないようにお願いいたします。やらないよね。パカ。はい、ということでね、皆さんここまでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんのね、感想とかコメントでお待ちしております。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。それでは、さよならー。うわっ